こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。全北英墳からすき焼きストーリー終わりの方スタートなんですけど、3体の演武だけで行ってみたいと思います。今回来ているのはヒーラーがいない状態なので、ビッグボスガラクタリアンさえ若干怖いですが、様子を見ながらね、変えながら必殺技持ちたいけど、むずいまずい。よし、オッケー。ヒーラーの大事さが本当によくわかりますね。端っこ行っちゃった。いや、まずい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 。後ろ後ろ後ろ。軸陣エヴァやばいよ、やばいやば。ちょ戻る戻る。よし、戻った。必殺技打てるんだけどな、ここは多分大丈夫なので、必殺技当てて、チャンス。よし、叩く叩く。3体とも非常にまずい状態なので、いろいろ道具も使っていこう。設置設置。よし、これで必殺技終わった。5回ある階層のうち5がボス戦で、4までの間にですね、地雷に当たりすぎましたね。うんボスよりも罠の方が厳しいですっていうのが今回分かりました。全北英墳全部ディープダンジョン以外のところを今回はエンマ3体で向かおうと思ってるので、まだまだ続きます。最初にバスターズトレジャーやった時の寿司天ぷらだと、かなりですね、ちょっとずつ装備整えながら行ったんですが、今回エンマ3体の装備30台なんですよね。なんでチームレベルも低い状態でした。このくだり忘れてる。偽物お前だ。出た、悪ノリ。ボクちゃんの変装を見破るとはなかなかやるじゃん。僕ちゃんはスーパーでクールなトレジャーハンター妖怪、ワルノリン様だ。ここで初登場したんですよね。ちょっと思い出した、ゲームで遊んでるその お友達。よ、噛んじゃった。ワルノリン様、覚えとけよ。で、確か近づくと、そんなやつほっとけって言われちゃう、ちょっとかわいそうな始まりでした。次のダンジョン行ってみます。行くのはここ、ドキドキドキがボス到着。今回はね、各フロアでおにぎり少しだけ使ってきたんですけど、自給自足結構辛いです。来るときはダンジョン入る前に全て道具を置いてくるっていう状態で進んできてます。そのまま行けましたね。やはりビッグボスだから強いのかな。脱出。これで全北英墳丸に OK。 今回ヌーパーツが2個落ちました。はい、合成できます。火炎土器2つ。次行きましょう。全北英墳丸3に挑戦。丸3はマンマミイラ。到着したんだけど、先ほどと同じく、うわー、ここに入るまではそがれずに体力残ったまま来れました。この状態で来ればボスもヒーラーがいなくてもいけることが分かりますね。次大丈夫かな。丸4。寿司端末の時に確か何回かやり直した記憶があるんですよね。脱出。今回なんとなんとヌーパーツ1個も出ませんでした。結構開けたんですけどね、大トロが多かったです。はい次、全北英墳のディープダンジョン前丸4、毒蛇行ボスまで来ました。先に行っておきます。3体のエンマの HP やばいです。ほんとずっと太陽神エンマが一番やばい。やーはーい基本的にもう1体倒れたら復活しながら
になるので、道で落ちてた道具を使いながらって思ってるんだけど、あーやばい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 、当たらない、行くな、よし復活、あやばいやばい、まずいまずいまずい、暗黒神魔復活。これは毒ジャックを上手に戦えるのかな。みんな一回ずつ落ちていってるんですけど、やばい、熟神魔落ちてる、私もじゃん、私も、行くなしてくれてありがとう、まずい、そこだ、燃えよ、まずい、行くな復活、やばいやばい、ちょっともうやばいやばい、後ろ後ろいる、後ろ、これ拾おう、ジクシーム復活、うまーってー、これそろそろなんか来る、これ撃ってる間に後ろの方でなんとかしたいけど、当たっちゃった、やばい、ジクシーマが残っててくれてる、危ない、暗黒神は、暗黒神どこ、あ復活してる、危ない、暗黒神今に変わって必殺技撃とう、ジクシーマ今来た、必殺当たらないまずいよ、後ろ怖いよ、北条の儀でワープするからな、道具ジャッコ道具なのに、今チャンスなんだけどな、チャンスだよ、あ来た、危ない、何回落ちたか分かりません、数えてなかったけど、各エンマ落ちながらだったけどクリアいきましたね。ビッグボスというかボス戦までの間の今のこの槍みたいなのだったり痛い音しかしない罠がきついですね、罠に当たらなければいけそうな気がします。どこまでいけるかはわからないんですが、3体のエマだけでの挑戦するのちょっと楽しいので続けたいんですけどね、どこかでヒーラー入るかもしれないです、かなり危険、なんだよありえねって、ワルノリン登場、なんでボクちゃんを差し置いててめえらお宝ゲットしちまってんだよ、悔しい、次も負けないぜ、 UFO ストーンが光り始めたぞ、ヌベリスクが呼んでる、ヌベリスク行かなくちゃ、マックどこ行くの、この辺りのマック少年最初に見た時気づかなかったんですが、話し方変わってますよね、見ていればわかる、誰に乗り移られてるのかが未だにわからないんですが、ゴゴゴなのかな、それか宇宙人、俺もよくわかんねんだけど、なんとなくそんな気がしたんだ、不思議でびすね、そんなことよりあれを見るにゃん、すき焼きストーリーで遊んでいたデータでもここまで来れました。ただ今回やってみて思ったのは、3体のエンマとても強い、各エンマでねいいところ持ってるスキルの部分だったり、まあ、回避だったりね、すっごいいいんですけど、ヒーラーめちゃくちゃ大事だっていうことが分かりました。はい、今回は前ポコ F 丸1ガラクタイビアンのところから丸2ドキドキドキ、丸3のマンマミーラで、最後丸4の道具借光に3体のエンマ、時空シエンマ、太陽シエンマ、暗黒シエンマだけで行ったんですが、道具借光きつかったですね、1体残っててくれたから良かったものの、回復めちゃくちゃ大事だということが分かりました。他に思ったのは、まあ、ディープダンジョンはちょっと3体だけではいけないかなっていうのはあるんですが、ビッグボスって書いてあるところのボスは攻撃も強めなので、ある程度 HP 残していかないと危険すぎるということが分かりました、学びましたね。ちなみに今どれぐらいだったかっていうと、チームレベルと見ていきましょう、レベルね27、持ってる武器30台
ですね。33、36、33の武器に36、38、37の盾。つらい。またどこかで強化できたらいいなと思います。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!